皆さんこんばんは、元男の子の青木香音です。実はですね、彼氏の渡るくんが先日引っ越しをしまして、で、見てコキッとなった。なんと本日引っ越し後の渡るくんのお家に初潜入をします。なのでルームツアーをやっていきます。ただちょっと普通のお家と今回は違くてですね、以前も言ったと思うんですけども、渡るくん自分で事業もやっていて、その自宅兼職場みたいな感じらしいので、あんまそういうの普段見れないから楽しみです。早速潜入していきましょう。なんかいい感じのマンションだったから家賃気になるな。じゃあ押していきます。ウーバーイーツ、あー、うるさ。ウーバーイーツじゃねえよ。ウーバーイーツ頼んでないです。撮ってるっていうか、すごー、すごくない？お邪魔します。とりあえずお邪魔します。ではですね、早速わたるくんのおトイレを見ていきましょう。トイレ、ちょっと、トイレとお風呂に関しては、うん、もうマジで作りがシンプルで、うん、かつ最低限みたいな感じ。おデザインとかそういうの一切ない。じゃあ行きます。おー、あ、カビゴンいなくなってる前。あー、カビゴン、うん、カビゴンはね、お亡くなりになりました。毛は落ちてないだろうか。やめろ。え、あの、シーンちょっと変えないとダメですよ。だって一応あれでしょ、職場としても使うんだったらさ、ダメじゃないですか。人を招くから。そうですよ。あ、すいません、三角折りね。はい、助けます。じゃあ次、おトイレですね。じゃあ、お風呂か。じゃあ、行きます。すごい。あー、なるほどね、うん。はいはいはい。え、でもさ、お風呂さ、これ何もないけど、これ、え、いつ入ったの？入所いつ？数日前後。え、でも、お風呂入ってないの？え、一緒にしないで。やめろ、うちは3日だけだわ、入ってない。普通にあの、支給品の小さいやつあるの。何ですか？あー、なんかお泊まり用セットみたいな。え、じゃあちょっと、私のチェックが入りますんで。ちょっと、ゴミが、なんか水垢がついてんじゃないんですか、これ。シートメジャー。ちなみにさ、ここの家賃いくら？相当高い。高いでしょ、だって普通に言っていい。やっぱうちのチャンネルってぶっちゃける系だからさ、まあ、大体、うん、まあ25万。えっ。好きね、好き。え、そんな、え、待って、何、仕事って前行ったやつと、前行ったやつが仕事？そう、会社員と、で、やつだったやつ。あの時の、わ、結構リアルな話になっちゃうから、これあんまり流せないかもしれないね。まあ、その間から仕事できて、はあ、ちょっと疲れたまったなと思ったら、もう、もう解放感、勝ち組じゃないですか。でもキッチンあれだね、すごいね、これ料理動画とかさ、めっちゃ撮れんじゃん。あ、そうだね。え、今度使わせてほしい。いいの？え、やば、料理できるっけ？納豆作る。作るじゃん、納豆混ぜるんでしょ。うん。あ、すごいおしゃれ。この辺おしゃれだね。これも可愛いし。すごい。で、あ、結構ちょこちょこ入ってんだね。もの。やばい、ちょっと待って、これ人殺しになっちゃう。やめてね、銃刀法。あ、うわ、ダイソーでしょこれ。いや別にダイソーディスってるわけじゃない。私もめっちゃ使うからさ。確かにダイソーでしょ。でもこれはあれだね。本当オフィス感してるね。冷蔵庫見ていい？え、開けてみ。はい、なんもない。え、なんもない。なんもない。え、入れてない。あ、そうなの。え、じゃあ、あ、だからコンビニ弁当のさっきの。ずっとそうだよ、体に悪いよ。だってさ、食べてすぐさ、捨てられるでしょ。洗わなくてすみ。あ、確かにね、効率化ですね。楽だな。確かに確かに。あ、本当だ、なんもないわ。したら、じゃあ次、居間ですか。あ、でもこのレンガの壁いいね。でしょ。うん、めっちゃいい。これはいい。だからさ、もったいないの、こういうの。もったいない。ケチつけるわけではないけど、私だったらここを緑にしちゃいたいな。緑の、ね、うん、だからもうあつ森今やってるから。え、すごいすごい、こんな感じで。いいじゃんいいじゃん。あ、でもこれいいね。ここでこうやってやってるさ、ココアとこうやって飲めばめっちゃ楽しいんじゃない、ね、すごいしょ。いいね、すごいわ。寿司さん、お寿司と言ったら、最後はあれですよ、ベランダと寝室ですよ。じゃあベランダ？うん。ベランダ。あ、本当？え、やばい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 。え、てかめっちゃキチキ。え、やばくない？渡るくん、渡るくん、すごいね。キチキから出てきてさ、東京ドリームじゃん。すごい。てか新幹線通ってる。
やばっ。これさ、あれしょ、元から最初からついてた系でしょ。あ、やっぱそうでしょ。あ、これいい。なんかあつ森でこれめ、そう、鉄鉱石で作れるわ。感動してる今。うん、ただ暗い。何？え、電気。え、やばっ。え、電気めっちゃ光ってる。え、めっちゃ明るいじゃん。これよ。めっちゃ寒い。入ろう。したらベランダを見終わったので早速スイートルームを見ていきましょう。スイートルーム、あ、わたるくんの私生活が丸わかりのエロティックルームですよ。行ってらっしゃいって、わたるくんも来るんだよ。うちが一人で説明できないでしょ。だってあれ開いてないよ。そう、開いてないよ。開いてないよ。いやいや、なんで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 お見せてくんないの。え、動画ってダメなの。動画ってダメなの。ここ見せない方がいい。やれてないからね。いや違う違う、今あれ、あの別に動画撮ってる中で喋ってる話じゃなくて、あんま見せない方がいい、これ。まあ、やれてないからね。顔怖いよ。え、なんか、え、どういう意味？顔怖い、顔怖い。目がマジになってる。え？え、シンプルに、じゃあ普通に、あの、え、あんまりなんか見せたくない。なんで見せたくないの？なんとなく。いや、だってそれだったらさ、だって今日ルームツアー、あだるくん引っ越したからってルームツアー意味ないじゃん。まあそうなんだけど。もう分かんない、分かんない、ちょっと待って。もう分かんない、謎謎謎。この部屋は何だった的な感じでいいね。いや、見せたくない理由教えて。あの、別にうち無理に見ようと思わないし、入れない理由っていうか、開けてくれない理由がさ、わかんないの。意味わからないじゃん。いや、分かった、じゃあ言う。何？普通に今友達来てんだよ。え？急激に友達来てって。うん、だからこれ基本外側から書きかけれないからさ。あ、そうなの。内側から多分友達が書きかけてね。ああ、友達挨拶ぐらいさしてよ、じゃあ。え、さて、いきなりうちガン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 やってるからさ、めっちゃヤバいやつじゃん。うん、いいんじゃない、それまた後で。一旦今なんかもう闇しか感じないけどね。いいよ、もう。じゃあいいよ。女の子じゃなくて。え、女の子じゃなくて。いいけど普通に。あ、そうなの。じゃあ閉める。なんて閉めよう。閉め方が分かんない。てってれー。何がてってれー。な、え、どの辺から友達がいるいないみたいな、女連れ込んでるんじゃねみたいな雰囲気出すドッキリみたいな。それもドッキリだし、もっと大きなドッキリがある。あ、ごめんごめん、カメラ忘れてた。ここ、うん、ここが何。僕ん家じゃないです。え、なんと、ここはエンタルルームでーす。あれ、もうなんだよ。でも完全に騙された。え、なんか怪しいと思ったんだよ。もうやべえ、カメラのアングルもどうでもいいぐらいびっくりした。え、明るくなって引っ越すじゃん。リアルに引っ越すじゃん。だからタイミングがさ、ちすぎたよ。もう泣きそうっすよ。ちょっと疲れたでしょ。いや、もう本当に、でも楽しかった。え、でも、すごいね。わたるくん、何？新手のドッキリの仕掛け方をしてきたね。やばくない？ YouTuber 元カレやってた説じゃない？わたるくん。始めようか。え、本当にリアルに？始めませんよ。でもなんかちょこちょこさ、コメントであるよね。え、でもすごい。まさかの青木、普通に騙されました、リアルに。高等テクニックだよね、これ。わざわざ借りたんだ。え、ちなみにさ、ここさ、え、おいくらですか、レンタル費用。3時間で1万円。時間制限のやつでしょ。何時まで、ここ。9時。もう出なきゃいけないんじゃん。あと10分。あと10分なんか、マジか。あ、だからなんかそわそわしてたんだ、さっきから。いや、結構リアルな感じになっちゃったからさ、なんか動画的に怒ってる感じっていうか、トゲトゲしちゃってたかなって、青木。今回は、わたるくんに壮大なドッキリをかけられました。お主、やりおるな。
よかった、成功して。もうここまで普通にいつの間にか騙されてるっていうのがなかったんで、うん、なんか大体ドッキリって途中で気づくじゃん。確かに本当に気づかなかったからカメラのアングルとかもわけわかんなくなってたと思うんですけども、すいません。肩の上に降りたわ。普通にルームツアーだと思ったらいきなりドッキリ仕掛けられたっていう、はい、今回は動画でした。はい、少しでも楽しんでいただけた方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、TikTok とあと私と渡るくんがやっているノートも画面の下にリンクありますので、そちらも、お願いします。お願いします。また次の動画でお会いしましょう。え、そしたらさ、本当にここ借りてさ、渡るくん一緒に住む？家賃折半で一緒に住もうよ、どうせ。動画だとアグレッシブだよ。あ、でも本当に私も引っ越したいから。てか最近引っ越そうと思ってるから。検討です。え、断られました。